よかった、目が覚めたみたいね。急に目の前で倒れるんだもの、びっくりさせないでよね。あなたって気持ち悪い言い方ね。第一、私のことがわからないって今はそんな状態って、嘘、もしかして本当に分かってないの？ソン君ってば、どうしちゃったわけ？頭を打ったの？熱はない？自分が孫悟空だってこと？あんたに決まってるじゃない。っていうか、何なのよその変な口調は。ほら、これが証拠よ。鏡で自分の顔を見てみなさい。鏡を見た反応からすると、あんた本当に孫君じゃないの？でも見た目は間違いなく孫君だし、もしかして記憶喪失？ああ、もうどうしたらいいのよ。今はそれどころじゃないのに。ここにいたか。誰よ、この大変な時に。あんたは16号。ねえ、セルに破壊されたはずな、もしかしてドラゴンボールで生き返ったの？16号まで復活したなんて、一体何が起きているっていうの？ちょっと黙ってないで。セルに壊されて故障した時、直してあげた恩を忘れたの？それは俺ではない、別の16号だ。え？孫悟空にリンクしているものよ。孫悟空の体、抵抗するというなら力ずくでも。そうか、状況はよくわかんないけど、さっさと16号をやっつけちゃってよ。まさか戦い方も忘れちゃってるんじゃ。どうすればいいのよ。その肉体は孫悟空のもの、強度もそのままのはずだ。多少手荒な真似をするが、お前が死ぬことはない。安心しろ、殺すわけにはいかないからな。危ない。ならば、
めえの力見せてくれ。問題ない。驚いたな。次行ってみっか。うな。まだまだ。はい。驚いたな。次行ってみっか。はい。いい修行になったな。今のおめえなら。できれば大丈夫だ。十分慣れてきたみてえだな。よっ、せいよ、せいよ、やっ、どっ、どっ、やっ、うわリンクして間もないというのになかなかやるな。こんにちはブルマさん、ごちそう。わざわざ僕たちを呼び出したんだ。よっぽど美味しいものなんだろうね。ん？なんだお前、どうやら人間邪魔が入ったようだな。こ孫悟空にリンクしているなら、また会おう。何がどうなってるわけ？ふん、さてと。孫悟空の中にいるやつ、お前は誰だ？え？どういうこと？この人は孫君じゃない？おやおや、これは悟空さんの体なんですが、本人の気はわずその代わり、知らない人の気が感じられます。第三者が悟空さんの体を乗っ取っている。体を乗っ取っている？ちょっと、あんた、孫君の体から出て行きなさいよ。あんたに乗っ取られているほど、孫君は暇じゃないのよ。ブルマさん、そんなに困らせるものではありませんよ。この方も、意図せず悟空さんの体に入ってしまったようですし、というわけで悟空さんの体の中にいるあなた、あなたで、まずは心の中で悟空さんに呼びかけてみていただけません？あなたなら同じ体の中に眠る悟空さんと話すことができるはずです。それに変だな、体が動かねえ。なあ、おめえなんか知らねえか？もし分かんなら教えてくれ。え？おめえが俺の体。それにしてもウィス、この妙な波動は一体何だろうね。やはりビルス様もお気づきでしたか。どうやら人の手で作られたもののようですが。波動？なん？なんだ、お前にはわからないのか、鈍いな。鈍いとは何よ、失礼ね。普通の人間はわからないわよ。おや、この件についてお話があったわけではないのですね。
てっきりごちそうを食べさせる代わりにこの波動について教えろというのかと。あ、そうよ、すっかり忘れてた。今世界中が大変なことになってるのよ。急に孫君たちの偽物みたいなのが出てきて世界中で暴れてるし、突然フリーザやセルが復活したりで大混乱なんだから。ふーん、ふーんじゃないでしょ、地球のピンチなのよ。せっかく来たんだからあいつらを倒してよ。僕には関係ないことだ。そんなことより早く美味しい食べ物を出せ。つまり助けて。とはいえこの波動については、おや、悟空さんの気が少し増えたみたいですよ。どうやらあなた、悟空さんと無事お話ができたみたいですね。悟空さん、聞こえますか？自力で体を動かすことはできますか？それがよ、腹減ったし起きようと思うんだけど、目が覚めねえんだ。オラがいる場所の出口がどっかわかんねえし、ぶっ壊して出られる気もしねえ。悟空さんから返答がないところを見ると、あれ、オラの声ウイシさんに聞こえてねんか。ウイシさんの声は聞こえんだけどな。ひょっとすると悟空さんがこうなったのはこの波動の影響かもしれませんね。波動の力で気の量が制限され、反動で精神が体の奥底で冬眠状態になった。そんなところでしょうか。気が多そうな連中は全員強制的に眠らされているようだ。だったらなんでビルス様とウィスさんは大丈夫なわけ？決まってるだろ、神はそんな波動なんかの影響は受けない。あ、そう。まあこの謎の波動を何とかしない限り。そんなの困るわよ。あ、ちょっと待って、今各地の様子を見に行くってみんな外に調べに行ってるのよ。でも強い人が眠っちゃうってことは他のみんなも出て行った先で動けなくなっているでしょうね、おそらく。もしくは誰かに体を乗っ取られているか。この状況を打破するにはこの波動を止める必要があるでしょうね。ブルマさん、この波動の原因に心当たりはありませんか？急にそんなこと言われても。あ、そういえば思い当たることがあるようだな。なんであの時16号が現れたんだろうって。それに孫悟空にリンクしているものって言ってたし、今起こってることと全く関係ないとも思えないわ。なるほど、そう思うのでしたら探ってみる価値はあるのでは。そうよね、まずは調べてみないとわからないわ。
それにみんなのこともそのままってわけにはいかないしね。そうなると強い人の助けがいるんだけど。言っておくけど僕たちは手伝わないよ。そんなこと言わないでよ。おいしいごちそう用意するからね。何度も言うようだが僕たちには関係ないことだ。困っているなら悟空の体に入っているやつに頼めばいいだろう。え？悟空の体を動かせるんだろう。だったらこいつも戦えるはずだ。仕方ないか。まああんただって元の体に戻れないと困るでしょ。というわけで私たちに協力してね。この辺りにいると思うんだけどな。お、いたいた。やっぱ思った通りだ。オラの木に似てんのがいるなって思ったけど、大正解だ。へへ、やっぱ驚いたか。そいつ難しいことはよくわかんねえけど、そいつ他にもそいつみてえな偽物がいっぺいて暴れまくってるらしいんだ。見た目が似てるだけじゃなくて本物と同じ。オラも自分と戦うなんて初めてだから、勝てっかどうかは戦ってみ。オラと同じような技を使うんだったらこいつとの戦いもいい修行に。そういうわけだから、まずは目の前にいるあいつをやっつけようぜ。
帰りなさい。いきなり孫君にそっくりなやつと戦って混乱したでしょ。今ああいうクローンが世界中にうじゃうじゃいるのよ。またいつ襲ってくるかもわからないし、孫君の中にいるあんたも、そうそう、孫君にとってもあん、例の謎の波動が解析できたから、それを中和できるよ。これで波動の影響で閉じ込められた孫君の意識が表に出てこられる。簡単に言えばいつもの孫君に戻るってことね。それじゃ早速起動してみるわね。えい、急に出てこれるようになったぞ。やったわ、成功ね。でもダメだ、体が重てえし。やっぱ全然力が出ねえ、この状態じゃ。中和装置はまだ完璧じゃないから。よくわかんねえけどよ、この状況ってドラゴンボールで解決できねえか。それができるならこんなに慌ててないわ。ドラゴンボールは今は石。あ、そっか。ああ、忘れてたって。それじゃあ孫君の体の中にいる誰かさん、あんたには孫君が本来の力を取り戻すまで、ただよーし。それじゃあ16号を捜索しつつ。お、だいぶ弱ってっけんど、誰かの木を見つけたぞ。クリリンだ。早速助けに行くぞ。So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder.